楽しそうに笑う。それに合わせればみんなキープオンダンシング。誰かがどこかで涙流してる。そんな時は集まる。バナナ祭りが楽しみね、クランキー。中でも一番楽しみなのが今日のダンスコンテストよ。今年もファンキーと組んで出場するんじゃろ。優勝はもう決まっとるようなもんじゃな。いつも通りファンキーとお前さんにの。ファンキーは最高のダンサーだわ。ファンキーが優勝してくれればわしも助かるよ。なんだって優勝するとクリスタルココナッツが一つだけ願いを叶えてくれるんだから。もしブラスターやドンキーが優勝したらとんでもない願い事をするに決まっとるが、その点ファンキーなら安心できるわ。サファーファンキーの願いはただ一つ、でっかい波が来ることじゃからな。波ではなく私が参りました。何遍来てもクリスタルココナッツは渡さんぞ。いやいや、ココナッツを奪いに来たのではありません。いい知らせを伝えに参ったのです。私も今日のダンスコンテストに出場することにいたしました。コンテストに出場するじゃと？さてはお主、優勝してココナッツに島の支配者にしてくれと頼むつもりじゃな。バレたか。いや何をおっしゃいますやら。あのグラソンかけたサーファーサルさんはとってもダンスがうまいそうじゃありませんか。優勝はその方でしょう。私などとてもとても。おお、そこまでわかってるなら、わざわざ下手なダンスをして恥をかくこともなかろう。下手なダンスだと？よくも抜かしたな。これでも俺様は子供の頃からずっとバレエを習ってんだ。見よこの華麗な動きを。ひょっとして優勝はいただきかな。はっ、何がバレーだ。いくらお前が上手に踊れてもコンテストに出場するにはパートナーがいるんだぞ。パートナーがいればいいんだな。お安い御用だ。困ったことになったぞ。まさかあやつがあれほど見事にバレーを踊れるとは。毎日あやつがコンテストで優勝してみ、ココナッツに頼んでこの島の支配者になろうとするに決まっとるわい。大変、ドンキーたちに知らせなきゃ。銀河銀河城の神の像じゃ。何か言いたげだね。すぐドンキーを神殿にやって調べさせよう。ドンキーは優勝候補じゃないし、コンテストに出られなくてもいいわよね。やつはダンスが下手じゃからね。見て、だいぶ上手になったでしょ。ダンスなんて簡単だよ。やっぱり難しいや。ファンキーはダンスが上手で羨ましいよ。どうしたらかっこよく踊れんの。しょうがねえ、俺がダンスのコツってやつを教えてやるぜ。カモン、しっかり見てねよ、ブラザー。さあの、ペケピー、見ろ俺の踊り。さあダンスの秘訣、リズムに乗ることだよ。チェッザピー、頭固くならずにこのビートに合わせ勝手に動き出す。エヴェバリーダンサー、踊ろうぜダンス。俺の体のグルーヴ感じてみなよ。まずここからステップ、その次はバランス。腰が大切、ノリが決まればベース。そうだ、両手をアップ、上に上げたままでターン。ほら転ばないように Watch out baby。
エベバリダンサーオートロテダンス俺の体のグルーヴ感じてみんなよチェックそこまでのダンス超的みんなナイスあとは好きなように踊ろうよ楽勝でピース自分のダンス作ってシェイクマネーブー恥ずかしいから堂々と踊ろうよエベバリダンサーオートロテダンスコツを覚えりゃかんダンからダンチューガリズムさあエベバリダンサーオートロヨダンス俺の体のグルーヴ感じてみんなよほれあれクランキーどうしたのインカリンカ流の神の像がココナッツに映し出されたそれに神殿で不思議な太鼓の音が鳴り響とるんじゃ何が起きとるのか調べてきてくれ大至急なほうほうオッケー神殿までは遠いからファンキープレイで送ってやるぜでもファンキーはコンテストに出るんでしょそれまでに戻ってくれゃいいんだろノープロブレムだきっとじゃなお前が戻らんとクルールが優勝してしまうかもしれんのじゃ遅れんなよクルールだ嘘みたいクルールは誰と踊んだろうねクラッシャだクラッシャとああそうともクラッシャが俺様と一緒に踊るのだ俺よりクランプの方がいいんじゃよくないクランプと一緒に踊ってみろあのごつい靴で足を踏んづけられるのがオチだわクランプミュージックだよーいスタートダカ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 ダクラッシャー俺様の真似をしてみろアンドッドアでアンドッドアワンドスリーワンジーナさんヒフミモンジーナさんインカディンカドゥの神様こんにちは僕たちに何か用ですかドンキーコングよお前をテストするこの神殿にある3つの運命の部屋を通り抜けてみようテストだってよくわかんないんだけど僕にそんなテストを受けさせるのは一体何のためなんですか今後文語島の平和を守るためだああなるほどねよっインカディンカドゥ悪いけど時間がねえんだ3つじゃなくて1つにしてもらえねえかよそうそうもうすぐダンスコンテストが始まるんです3つもやってたら間に合わなくと言ったら3つだ3つって言ったら3つですよねならない方がいいよ言う通りにしようぜ、ここが運命の部屋裏にはただの薄暗い廊下にしか見えないけどとにかく行ってくるよ応援してねクリアしてクランキーところに戻んなくちゃあるるさんやっぱダメだ見て俺は止めろロープで縛りましょうかいいから早く止めろ殴って気絶させるとか音楽を止めろって言ってるんだよわかんねえやつだなにしろよクラン誰がお前に踊れと言ってこらクラッシャーそれで踊ってるつもりか、ヘイブラザー次は俺が言ってやるよ
部屋は3つで俺たちも3人だ。1人1つずつ倒産してもらうぜ。でも神様僕にやれって。そんなの黙ってればれっこねえって。ノープロブレムだ。でも今君を危険な目には合わせらんないよ。そうだよ、怪我でもしてダンスコンテストに出らんなくなったらクロールが優勝しちゃうかもよ。まあ、don't worry だ。部屋を通り抜けるくらいで怪我なんかしねえよ。ほら、大丈夫だったろ。さすがファンキー。よし、僕らも行こう。うわっと思ったけど、やっぱドンキーが行こうとすると何かが起こるみたいだね。なあ、次はどんな仕掛けだろう。ピーちゃん、頑張れドンキー。おお、今のもサーフィンしてるみたいだったぜブラザー。ドンキーのテストだからお前が通るときはタタじゃ通してくんないんだ。いいぞクラッシャー、とってもエレガントなダンスではないか。これで優勝はいただきだ。そうだろクランプ将軍。何度同じことを言わせる気だ。そのちゃんちゃかちゃんはやめろ。今日こそ俺様がこの島の支配者となるのだ。応援よろしくね。あの3人まだ帰ってこないわ。こんなことになろうとは夢にも思わんかったわい。ダンスコンテストが原因でクルールにこの島を支配されるとは。もうそんな弱気なこと言わないでよ。3人ともきっともうすぐ帰ってくるわ。この通路すごく狭く見えるんだけども、気のせい？気のせいじゃねえけど大丈夫だって。そうだよ、オイラたち猿なんだからさ、これくらいとってことないだろ。そうだね、じゃあ行ってきます。リズムがあった方がいいんじゃねえか。ミュージックプリーズ。ここはどんな仕掛けだろう。なんだ、立ち止まるな。バランス取って矢を避けながら少しずつ前に進むんだよ。バナーナパワー。やったやだ、オッケー、さすがだよ。めちゃくちゃクールだったぜブラザー、やったな。よし急いで帰ろう。でもどこから出ればいいんだろう。まあ、テストは全部合格でしょ。これでこの島の平和が守れたんだよね。いいよ、帰れ、島を守るのだ。どうやって守るって一体何からだよ、さっぱりわかんねえよ。何からどうやって守るのかな。クランキーならわかるかもね。もうコンテストが始まっちゃうよ、急いで帰ろう。この動きを見ろよ、クルールなんかに負ける俺じゃないぜ。おーっと、ここ痛い、足ひねっちまった。低下してくれよブラザース。あー痛くて立ち上がれねえよ。立てないのってことはダンスダメじゃん。ダンスダメってことはクルールが、そう、優勝しちゃうってこと。おしまいだわ。コンテストを始める時間なのに誰も帰ってこないなんて。誰もいないの。それじゃあ優勝はこの俺様に決まりだな。カワキ、踊りもせんで何を言うか。踊ればいいんだね。でもねって言ってほら踊ったぞ。優勝は俺様だ。バナーナパワー。遅くなってごめんねクランキー。インカリンカルはどうじゃった。テストされたよ、島を守るためだとか言って。ねえ、そんなことよりファンキーはどこなの。まあ一応一緒に帰ってきたんだけど。痛いよ、足入れちまった。この足じゃサーフィンもダンスも飛ぶできそうにね。もう絶望的だ。やはり優勝は俺様に決まりだな。ココナッツに頼んで島の支配者となってやる。そうはいかないぞ。あ、つまり僕だって出場するんだから。
あ、そう。やっぱ優勝は俺様に決まりだ。ココナッツに頼んで島の支配者になってやるぞ。始めろクラン。それでは皆さん、ご紹介いたしましょう。トップバッターを務めますのはチャーミングな天才ダンサーであり、早くしろ、クルル様です。信じられん、なんちゅう軽快な動きじゃ。上手ね、めちゃくちゃうまいじゃん。こりゃ優勝だよ優勝。ああ冗談だよ冗談。これは素晴らしい。観客から大歓声が湧き上がっております。まさに完璧なダンスでした。次の出場者どうぞ。ほら踊ってドンキ、リラックスしてさ。分かってるよ分かってるけど。なんだあれ、ゾンビがロボットじゃん。まさかここまで下手くそだった。ダメだこりゃ、ダッサダッサだぜ。一家電化ドゥのテストを受けてるときはあんなにかっこよく決まってたのによ。ねえ、あの時の音楽聴かせてやればいいかもよ。おお、そりゃええな、やってみようぜ。なんだなんだそのヒップコダンスは、とても見ておれんわ。やはり優勝は俺様に決まりだね。なに、うはは、よーブラザー、神殿で見せたあの動きを思い出しなよ。ハウラー、かなりズムだよドンキー。ヤッホー。見てよ僕のこのダンス、リズムに乗って軽やかに、ビートが頭から体中を駆け巡る。さあ踊ろう、さあ踊ろう、僕のダンスに君はもう夢中。足でステップを踏もう、腰でバランスとって腕はくねらせよう、転ばないように気をつけて。さあ踊ろう、さあ踊ろう、僕のダンスに君はもう夢中。あとは好きに踊るだけ、自分のセンスを信じて、体が自然に動き出す。さあ照れずに堂々と踊ろう、さあ踊ろう、さあ踊ろう、僕のダンスに君はもう夢中。さあ踊ろう、さあ踊ろう、僕のダンスにみんなも夢中。信じられ、見事じゃ。Oh no、やばいぞこりゃ、クランプ。それでは発表します。今回の優勝は観客の声援が圧倒的に大きかった。諸君応援ありがとう。では早速あのビューティフォーなクリスタルココナッツに願いを叶えてもらおう。クラッシャー。はい、何をお願いしようかな。何でもいいんだよね。やっぱここは島の支配者にしてくれってお願いすべきかな。どうしようかな。今日という今日はお手上げじゃな、もうおしまいじゃ。おめでとうございます。頼むから誰かあのチャッチャカちゃんをやめさせてくれ。願いが叶ってよかったのクルール。ココナッツにちゃんとお礼を言っとけよ。
何を。今のは間違いだ。戻ってきておくれ、ココナッツちゃん。グランプ、お前もなんとか言え。いや、2位のドンキーコングはもっとレッスンを積んで出直すように。誰が出直すって。レッスン1。レッスン2。レッスン3。あ、わかった。何がじゃ。神様が言ってたこと。神様は僕にテストを受けさせたでしょ。あれはダンスのレッスンだ。島を守れってコンテストで優勝しろってことだったんだ。おかげでだいぶダンスが上手くなったもんね。でしょ。そこのお嬢さん、僕と一緒に踊りませんか。喜んで。いた。え、もうどうしね。足踏まないでよ。もっとレッスンしなきゃダメみたい。レッスンすんならパートナー役はクランプに頼めば。私に踊らせてくれるんですか。クランキーベースのタルスイッチが壊れたのでブラスターの工場に買いに行ったドンキー。ところがブラスターに意地悪され、タルスイッチを自分で作る羽目に。でもどちらドンキーがスイッチなんか作れんの。ああ大変だ。タルの山が崩れてきた。ドンキーどうなっちゃうんだろう。